ほいっす、こんにちは、メリーです。ちょっと久しぶりですよね。久しぶりなんですよね。何も言わずにさっと始める。まあ、何してたってわけじゃないんですけども、ちょっとまあいろいろね、悩み事ですわ。簡単に言えば。ちょっと悩み事で、まあ一週間ね、休みが、一週間取るつもりはなかったけど、実際でも一週間ぐらい経ったよね。で、まあ、いろいろ考えの、みたいなね。ちょ、東京に行くか否かっていう話がね、あってね、みたいな。そういう感じです。まあ簡単に言えば、今回は、リヴァイ、強化されたんでね、ちょっと遅くなっちゃったけどね。使っていきます。使ってます、もう。使ってるナウなんだけど。抜けっかな、抜けてもらわないと困るんだが、あーこれはまずいよ。こんな感じでいいかな。数え結構あるからワンちゃん、あの全捨てが 1.5 倍上がるようになったのと、4属性で最大倍率が出るようになったからめちゃくちゃ強えっていう、まあラグドラに近いような性能になったんじゃないかなって思いますね。まあ火力は結構出るし、全捨てが上がってる分安定性も高いと。ガチガチな編成じゃないから、ちょっと編成が難しくて、マシンと攻撃統一だったっけ、そんな感じで、なんかね、カッカブとか入っちゃってるんですけど、まあ、相性的にはそこまで悪くはないと思うけどね。まあ難しいです、編成が。だからとりあえずラグドラいるときゃいいんじゃないみたいな。マシンだし、マシンキラーと神キラー持ちの全属性変換だしみたいな感じで入れてます。で、話は変わり、ランキングダンジョンですけど、まあ動画にするほどの点数がいまいち取れずに悩んでいるといった感じですね。現状一応今 0.7% かな、多分ね。でも下がりそうなんだよね。13万650だったかな、今出したのが。で、多分、ボーダーが13万1000行くか行かないかだと思うので、まあ13万1000は欲しいよね。っていう感じです。難しいね、あれ。お邪魔を消しつつだから、落ち込んの運だんだよね、結局。あと最大ダメージがちゃんと出るかどうか。ですね。というか、こいつさ、全捨てアップ、マジでいらないんだけど。キラーだったらな、基本なんでもいいって思ってるんだけどね、全捨てアップはね、さすがに使い道がない。アシストは、まあ、概要欄に多分書いてるんですけど、あ、捜査委員長ね、結構ガン積みだから、これでも 10.75 秒あるよ。潜在があるから、なんかすごい中途半端な秒数になってるけど。こんなにいらないんだけどね、秒数。バッチ指じゃなくてもよかったけど、他にするバッチもなかったから、とりあえず、みたいな。まあ、HP もちょっと高くしたらいいかな、ぐらいだけどね。あれだな、インドラ連れてきてないから、ノアドラとかがきついかもしんないけど、まあいいか。負けたら負けたでまたやり直します。毒、あと4ターンか。まだ降ってくるな。吸収、ああ、でもリヴァイもそっか。リヴァイ副属性も闇だから。絶対無理だな、これ。闇以外今あるけど。どうかな。ちょっと属性足らなさすぎるな、これ。さすがに無理だな。耐久するしかないか。回復力もまあ、全ステアップで高くなってるんで、基本は大丈夫じゃないかと思います。ホルンアックスって通常攻撃のみなの？あー、ちょっともうちょっと降ってきそうだな。一応消せる分だけ残しといて。回復力高いね。ありがたい。で、ここで毒処理しとこうか。ランキングダンジョンしてるときってね、結構気持ちパズル自分で上手くなった感はあるよね。なんかこういうのありませんか？ランキングダンジョンってガチでやる人ってさ、結構急ぐから、早く
最短ルートを考える癖がついて、こういう時のねパズルも上手くなってるような気がするけど、まあ気のせいでしょうね。今年になる？ならないよね。迷う時間があるほど余裕。ノクトが3個持ってて、リヴァイも3個ずつ持ってて、こいつも2個で、こいつらはなしかな。水吸収は、まあ、なんとかなるでしょう。立ち回り解説動画ね、せっかく出したかったんだけど、ちょっとね、そんな余裕もなかったので、明日のジューンブライドからまた、やっていきたいかな、動画投稿は。ジューンブライドね、ジューンブライドは闇ですよ、絶対。引くのは気をつけた方がいいです、あれは。季節物はね、マジで闇だから、パズドラの。クリスマスでね、めちゃくちゃ学んだからね。いや、本当にね、ワンセットで出ると思ったら大間違いよね、あんな。でも、昨年度のジューンブライドは、1セットでエスカマリが出たんだよね。あと2ターンだって。貫通、光だったらワンチャンあったけどな。いや、ほんと、それは奇跡だからね。今回はそうはうまくいかないでしょう。シアト欲しいよ、実際。シアトめちゃくちゃに欲しいんだけど、追加攻撃持ちで。サブとしてね、ぜひ使ってあげたい。2体できるのはなんとかなるか。いや、ほんと、ね、追加攻撃持ちで2体攻撃5個持ってて、スキルで追加攻撃分のハートを作れるっていう、あれはね、有能すぎる。よし、そっちの方が良かった。ちょっとワンパンしよっかな。いやー、あのガディウスが出た時の絶望感は半端じゃないよね。あれ、星8の中でも。モンポで買えるやつとか特にいらないからね。最悪引けなくてもモンポで買えるからね。前回のガチャがすごくて、1セットしか引いてないんだったか忘れたけど、ガディウスと、エスカマリが出て、星7が出なかった。星6も出てない。だから、ラーとバステトとサツキを持ってない状態で、ガディウスと、エスカマリを持ってるってね、なんか異色な感じなんですけど、異色というか異例か。ね、ある意味すごいよね、逆に。まあ明日、何回くらい引くかな。とりあえず2セット分は今石用意したんだけど、まあもうちょっとぐらいなら、100連ってなってくるとあれかなって思うんで、50回目安かなって思ってます。とりあえず引くんだったら。まあそれぐらいかな。皆さんは、あ、貫通できなかった。どれぐらい引く予定でいますかね。まああまり多く引くことはお勧めしないんでね。気をつけてっていうことしか言えないです。引く方は気をつけて。無料ガチャもあるみたいで、今回超絶アップがあるから、若干救いの手があるかもしれん。めんどくさいの出たんだけど。何倍だろうな、これ。とりあえず、こんなもんで攻めてみるか。あー、待って、下消えてたわ。36はまずいでしょ。神キラーが乗るんだよね。問題はそこ。ちょっとね、これ封刃使わざるを得ないっぽいな。まだ溜まるかな。一応試しておきたいんだよね。もし負けた時用に。4倍で殴ると弱すぎる気がする。木で殴るとまずいかな。16がちょうどいいかな。あー、それでも超えちゃうんだ。じゃあいいでーす。どっか溜め直し聞けば、溜め直すんだけど。どっかあるかな、この先で。結構スキルターン元が軽いからワンチャンあるんだけど、ちょっと溜め直せば。詩人とか、あ、詩人過ぎたわ、もう、とっくに。まあ、ビシュヌとか、ヘラドラとかが出なければいいっていうだけの話なんだけどもね。まあ、こういう時出るからね、大概。
星7もね、今回ジューンブライド超絶アップするんで、まあ、狙う対象がね、いる人は、その時に引いてください。自分はまあ、あれ、シアト狙いで行くんで、初日にね、ちゃんと引きます。この日付代わりから確か始まる、あ、こういう時に離れるんだよな。まあいいや。ずっさんだし、ちょっとね、まずいっすよこれは。普通にまずいんで、あーどうしようかな。まあこっち使おっか。ギリギリだしねこれでも。ドロップスマイルを捨てたっていうのがでかいけど、ここで変に死ぬよりはマシかな。ここは悪魔キラーあるし全然余裕っしょ。あとはウルズか。欠損するな。またその激しめ。もう一コンボ欲しかった。ネクストリファイブ。なんか同じような敵がいっぱい出るな。お邪魔が邪魔なんだけど。あの毒めんどくさいな。どうにかしたいんだけど。あーギリ残るやつ。トリプルブレスはまあいいよ。ああ火決めてあげたかったけど、まあ今から追いに行くとなんかあれだからいいや。ベールゼのブブ、ベールゼのブブはV が残らない方にしようかな。
23回。はい、これは OK でしょ。一応エンハンス使った方がいいかな。色的には水欠損なだけだから、この次でもあいつ溜まるし、どうしようか。まあ念には念をっていうことで、まあボーランの風使ってリヴァイさん、不屈のダイヤモンド一応使うか。まあ念のために使っとこう。まああとはパズルさえミスらなければ大丈夫っすね。まあ十分っしょ。ハートの分割をちょっとしてあげた方が良かったかもだけど。で、カーリー戦は、まあ、どっちが来ても、こいつならワンパンは余裕かな。まあ、一応勝負は今ここで決める念のために貼っといて、ラグドラ使って。分割した方が良さそうだな、これ。闇振って、来い。来た。闇が最後にない。いや、強いね。回復攻撃耐性、あと1個だったのに。あと1ターンだったんだけど。まあ、全然食らわないから、いっか。これ、いけるかな？抜けんのかな？ちょっと厳しい気がするな、これだけじゃ。落ち込んが乗っても、光いないから無理だよね。まあまあまあ、一生も。全体攻撃で。これどうしようもないんだけど。よし。まあ、テイクワンでは終われなかったけど。まあ、全然、強いですね。全ステ 1.5 は、さすがに強い。ということで、リヴァイ兵長ね、まだ進撃の巨人やってるよね。今日まで？今日まで？今日の、明日の朝、あれ？14時間。かぶんのか、ジュンブライドとちょっと。明日の朝10時ぐらいまでやってんのかな。まあ、そんな感じですね。はい。ということで、リヴァイ兵長を使ってみました。次は、誰使うかな？まあいいや、また動画出します。はい、ご視聴ありがとうございました。